自己知についての2つの見方。今、自己知についての2つの対照的な考え方を示した。ソクラテスにとっては、外部との関わりを通じて自己を知ることへの戸が開かれる。デカルト的な知では、一旦外部と絶縁し、自分自身だけに関わることによって、確実な自己知が確保される。